さあ台所事情シリーズニューカッスル編でございます。よろしくお願いします。ミルクサッカーアカデミー井上真です。ノーミルク佐藤です。はい、ということでね、今日もプレミアリーグをお送りしていきたいと思います。それでは開けてみましょう。ドン出ました、こちらニューカッソーということで、あ、若いね、全体的に若いんですよね、実はね。あ、それで武藤選手は世代的に真ん中にいる、ね、まあど真ん中ぐらいにいるよってところですね、はい、今日の見方でございましたから、上には世代がブーッとね、新鮮素材から熟成素材、横軸はポジション並びに、まあ、色でも表現されておりますけど、お部屋分けというそんな台所事情、過去現在未来から補強ポイントまで分かってしまうと、プロサッカーデータマンの先生ならではの表でございます。それでは授業の方一つガラガラガラ、はい、よろしくお願いします、うん、でまず、まあ、前回ブライトン編も撮ってたりするんですけど、はい、同じタイミングで、まあ、ニューカッスルも今8節が終わった段階なんですけど、そうだ、ね、はい、あのね、ニューカッスルは、うん、あの何かをやらなければなりません、はい、何かをやらなければならない。でもすごくなんか世代分布的にはね、中堅が多い、バランスのいいというか。そうなんですよ、ね、ただですね、ブライトンよりは 1,2 段低いですよね。実はですね、そんなことないか、実はね1個問題がありまして、あのボールポゼッション、はい、ボールポゼッション、はい、という、まあ、いわゆるデータ的な項目があったりするんですけど、はい、データにありますね、まあ、やっぱり 50% っていうのが一つね、はい、基準になったりすると思うんですけど、ニューカッスルがですね、今年のニューカッスルがこのプレミア 8試合の中で最下位なんですよ。あ、ポゼッションできてない、できてないです。平均ポゼッションがじゃあ 45% ぐらいってことですか。いえ 37.5% と。それは結構有意識、そうですね、いくら例えばカウンターサッカーだって言ったとしても、はい、まあ、やっぱり40とか、あ、そういうもんですか。そうそう、そういう風になるんですが、 37.5 ってことはだって90分間で考えても、だってほぼ、そうね、ほぼ 70% ぐらい相手に持たれてる状態なので、ある種でもカウンターのスタイルだったりはするわけですか。ポゼッション思考で持ててないわけではないんでしょ。持ててないわけではないですが、うんうんうん、ただもうちょっと持ちたいな、間違いないよね。そうなんですよ。そしてもう一個、まあ、ワトフォードが一個下にはいるんですけど、はいはいはい、8試合終わって、はい、得点が5なんですよ、うん、5。でやっぱり1試合ってプレミアだと3ゴールぐらい決まる状態なんですよ、普通だったら。あの両チーム合わせてね。そう、両チーム合わせて3ゴールぐらい決まるのが、1-2だったり3-0だったり2-1だったりっていう感じでね。そうなんですよね、うんうん、そんな中で8試合終わってるわけだから、うん、まあ得点出す失点でまあ合計24ぐらいあってもいいんですけど、得点5、失点13ということで、うん、まあ、ディフェンスもちょっとどうにかしなきゃいけないところはあるものの、はい、やっぱり得点が1試合1点ペースに慣れてないところから、ね、オフェンス陣のテコ入れはどう考えても、うん、特に中盤より前ですね。しかもだってパスも回せてないわけだから、うん、一気にこうグッとこうミドルパス出せるような人を1人入れるか、で足速い選手を1人入れていくってパターンもあれば、あ、ね、真ん中で、ポストプレーできる選手が必要かもしれないし、うんうんうん、っていう風になってくると時に、実はちょっと武藤義則選手が必要かどうかっていうことにもなってきてもおかしくないかもしれないですね。そういう風に浮き上がってくんだね。そうですね、うん、今年獲得した例えばアランサン・マクシマンだとかジョエリントンっていうのは、うん、まさにそういう2人なんですよ。一番下の若手ですね。そうなんです、ウィングの。あとロングスタッフなんかもそうなんですけど、うん、実はこの辺りがいわゆるボールを散らして、そしてサイド走って真ん中で受け止めて自分でシュート放ってって言ったり選手でもあったりするから、はいはいはい、この3人は結構キーになってくるところは間違いないんですが、ね、はい、とはいえ、うん、だとしても、うん、5点しか取れてない、はい、これはちょっとどうにかしないとまずいぞというのが訪れております、はいはい、なるほどね。なんで今回ちょっとそういうような観点からもちょっといろいろ見ていこうかなと思っております。はい、お願いします。じゃあまずゴールキーパーから見ていくと、うん、ちょっと世代が高そうな感じですね。ちょっと高いっちゃ高いですね、うん、まあ、キーパーは掃除で高いですけどね。まあね、それはちょっとなってしまうところはありますが、うん、若手はいないですね。でもね、でその中で今ですね、基本的にはドゥブラフカがスタメンで起用されているぞというところはあります、はいはい、でまあ若手も取っていきたいところではありますが、やっぱり若手でいい息のいいキーパーは、うん、まあ、上位ってしまったところがあるので、まあ、ここは仕方ないでしょうと。はい、で続いてディフェンダー見ていきます、うん、はい、ディフェンダー、例えば最新のウィーク8、うん、8節とかであれば、うん、クラーク、そして、ラッセルズ、はい、そしてファビアンシェアの3人が、はい、出てたりはするんですよ、うん、でその試合でユナイテッドにも勝ったりもしてるので、はい、まあまあまああれですね、マンチェスターユナイテッドにも勝ったりしてるんで、うん、まあ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 と世代がキュッと固まってるんですね。はい、ここも、まあ、ここももう、うん、
ここまで見てきた方々は分かりやすいかもしれないんですけど、はいはい、やっぱりビッグシックスと呼ばれているようなチームたちは、うん、はい、結構いろんな幅が広かったりだとか、ね、いろんな傾向あったりすると思うし、で生きのいいあの世代のナンバーワン代表世代も20代もいますしね。そうですね、でそれに準じてくるような、うん、階層になってくるチームたちになってくると、はい、ウエストハムとかレスターだったら、はい、もうちょいやっぱ若手も取り入れられるけれども、うん、あとお金のあるような、あとウルブスだったらちょっとまたいろいろできるけど、そうじゃないチームたちにとっては、うん、またちょっと違うやりくりですよね。そうですね、だからちょっと似たような傾向があるよっていう風にはなってくるんですね、うんうん、はい、で続いて、ボランチ、ボランチのところなんですけど、はい、まあここ一つあるのはまあね、うん、キソンヨ、はい、有名ですね。実はここにもだからアジアのね、うん、血が実はあったりするんだよというところでございます、うんうん、でボランチの選手たちはね結構あの実はかなりいろいろやっていて、もともとこのニューカッスルってチーム実は今あの、まあ、カウンターサッカーっていう風にもずっと言ってるから分かってらっしゃる方も多いと思うんですけど、はい、5-4-1 なんですよ。5-4-1、はいはい、明確に5-4-1、うん、でなんなら5-4-1か、そう、はい、なんならの話をすると、3点リードの後のフォーメーションみたいな感じですね、はい、うん、5-4-1 の中で、うん、基本的にあの左のウイングはあのアラン・サン・マクシマンで、右をミゲル・アルミロンがやってたりするんですけど、うん、ともすれば 5-4-1 の5の部分って、うん、両サイドがちゃんとサイドバックやってるんですよ。あ、もう上がらない、はい、であとアランサン・マクシマンって、はい、まあ、ここでもある通り黄緑だからウイングの選手なんですけど、うん、はい、だから状況によっては5-2-3 の時もあるんですけど、うん、引くってなるとウイングってよりもウイングバックの動きしてるんですね、うん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 、だから本当にサイドバックとウイングバック両方でいるチームというか、あ、なるほど、そんな感じになってたりするよと思っていただいてもいいです。ほうほうほう、しっかり守りも固めていこうっていう、まあそうですね、じゃないとやっぱ得点は取りづらいぞっていうところもあるんですが、うんうんうん、ね、ただその最新説で考えた時になんとマンチェスターユナイテッドを破るという、うん、はい、こともやってたりするんだよと、いうこと でこのちなみにその、ユナイテッド戦で決めたのもこの一番この若い東京世代のロングスタッフ選手だったりしたよというところはあるわけです、はい、まあとはいえそのゴール含めてはやっぱり5点しかまだ決めれてないというところがあると。そうか、じゃあ戦術的にある種尖ってるチームだ。尖ってます、ね、めちゃめちゃ尖ってます。プレミアにおいてどうビッグシックスに組みしていくかっていうとこからの発想で始まってる戦い方をしてるってことね。そうなんです、ね、ということはそういう集め方をされてる皆さんだってことだよね。そうなんですよ、はあはあ、だから、うん、実はそのパス回しとかっていうそのポゼッションで言えば、はい、なかなかその苦戦強いられてるような感じもあったりするんですけど、はい、ドリブルとか、そうか、そういう項目になってくると別に悪い成績残してなくて、そうですか、そう、うん、実は注意なんですよ、うん、ドリブル、そういう個人成績、個人スタッツ系になってくると注意までなってくるから、はいはいはい、そこをもう本当に少ないチャンスだけどそこもしっかり生かしているよと、うん、なるほど、なった時に今やっぱもうここまで来た時にもう前線メンバーの話しなきゃいけないんですけど、うん、武藤義則選手が、はい、まあ、前線メンバーこの4人で考えたとしても実は今序列最下位、最下位か、でもなかなか5-4-1のトップって難しいですよね。難しいんですよ。でかい早いでないそのね、武藤選手みたいなさ、そうなんですね、オールラウンダー型ってなるとそもそもね、うん、うん、その前線で何人と絡んでとかではなさそうじゃない、はい、うん、だから武藤選手だったら個人突破型だったりだとか、あとはサイドから一人でこう持ち込んで、まあ、うん、ちょっとクリスチャン・ロナウド選手、うん、一昔前のにちょっとプレースタイル似てるところとかもあるので、うん、真ん中で張らせるぐらいだったら、まあ、そっちの方がいいんですけど、はい、やっぱり何分ね武藤義則という選手はですね、うん、賢いんですよ、はい、だから自分がというよりも、うん、チームが今何が足りてないかってことを、うん、なるほど、分かっちゃうんですよね。埋めに行く頭があるってことで、ね、で、うん、埋めちゃうんですよね、はい、で埋めちゃうから手を言ってますもんね。そう、うん、で何かあったら使いたいっていう状態になってしまってるんですけど、重宝されてしまうってことね、よくも悪くも、うん、一番手じゃなくて、はい、ベンチに置いておいた方が使い勝手のいい選手になってしまってるっていうのが現状としてある。そうか、それってまあよく良いとことあるとかありますよね、うん、でしかもそのベンチの状態だから、はい、日本代表にもなかなか呼ばれないという状態になってしまってると。そうか、そう、なんか森保監督で実はそれですごいことだけどね、プレミアのベンチでっていうのはすごいことだけどさ、まあね、森保監督実は海外の選手いっぱい呼んでるように見せかけて、うん、ほとんどの選手フィールドプレイヤーに関して言えば、うん、ちゃんと出てる選手呼んでるんですよね、はいはい、まあ、と考えるとなかなか出ないと代表も、でもそうなるとちゃんとでも労働許可証とか大丈夫なのかって話もなってくるので、あ、そうか、うん、あ、まあプレミアに出てる限りは多分大丈夫だと思うんですけ ど、ね、これファーストユースアンディ・キャロル有名だもんね。
まあ、今はですね、うん、まあ、アンディ・キャロルではなく、うん、今のファーストチョイスとしては、はい、まあ、ジョエリントになって途中投入でアンディ・キャロルが出てくるっていう状態にはなってますよと。このジョエリントンもでもあるでしょ、もう移籍候補というか上に行っちゃうかもしれないような、上に全然行くと思いますよね。あのさっきのアラン・サン・マクシマンとか、うん、ジョエリントンに関しては、まあ、かなり結果残してるところもあるので、だんだんプレミアの流れが分かってまいりましたでしょ。 なんとなく分かってきますね。なるほどね。あの今ねこのニューカッスルとかブライトンに関してもそうですけども、これからプレミア見ていくよって人にとっての、はい、あの注目すべき最初のポイントみたいな感じになってくると思うので、ね、はい、このあたりを見ていったらいいんじゃないかと思います。これやっぱ注意以下のチームっていうのは上に供給する若手と、あとね、はい、あのベテランをうまく融合させてってことでね、台所事情。それを見では先生あれですね、ちょっと皮肉というかちょっとパラドックスですよね。このボランチの一番下のロングスタッフ、ね、ロングではないっていうことですし、ロングではないかもしれません。ただまあ深いなと思うのはやっぱりね、この長く働いていただきたいっていうのもありますし、やっぱそのベテランとしてね、いつでも戻ってくるコールバック選手、はい、ね、と思いましたもん。僕いつ言うんだろうなと思って待ってました今。なんでこうビジネス用語みたいなの多いんですかボランチは。あのブライトンのねプロパー選手もそうですけど、あとでも別格で、別枠で言えばね、あのドリンクウォーターとかね、そうですよ、なんかいいですね、覚えやすい、はい、というわけで面白かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。台所事情先生に伺ってまいりました。毎朝やっておりますミルクサッカーアカデミーコーナーおりますので、サッカーのいろんなお話をね先生に伺いながら、ね、やっておりますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいなと思っております。はい、ライブ配信は月曜日の21時、そして、劇場ライブもやっております。今月は10月の17日でございますので、ね、はい、ぜひ概要欄の方をご覧ください。ということで以上でございます。井上真央でした。野宮佐藤でした。先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆様いってらっしゃい。お気をつけて。いってらっしゃいませ。